今日は今からちょっと外に出るのですが、なんかめちゃくちゃ暑いそうで、今日38度っていう噂を聞きつけました。大丈夫なんですかね、本当に。でも外に出ないわけにはいかないんで、バスとか電車とかを、まあ、いろんな乗り物を駆使してできるだけ外を歩かなくていいようにして、ちょっと出かけていきたいと思います。今日はこの間エコードで買ったこのお気に入りのキャップをかぶっていきます。はい、 T シャツは絶妙な黄色が可愛いベースレンジのT シャツ。この素材がめちゃくちゃ気持ちよくて好きで、形も他の色も持ってます。はい、で、まあ、ボトムは普通に最近いつも履いてへそがボトムは最近いつも履いている、ヴィンテージリーバイスなんですが、こればっかり履いてますね。で、あとは何だろう、アクセ、これは久々につけました。アフターシェーブクラブのピアスと、最近つけているリング、これもアフターシェーブクラブかな。で、これは、ザ・レタリングっていうブランドかなって感じなんですが、やりたい人なんですが、ですね、なんか最近ね、このちょっとピント合ってます、顔周りにさ、マスクのせいでめちゃくちゃブツブツができる、特にこの辺特にこの辺にブツブツ、見てこれとかブツブツができるっていうね、最近のストレスです。はい、まあ、そんなわけで行ってきます。ゴルゴって感じなんですけど、こうやって、形をね、全体の決めていきます。なかなか面白い絵面なんですけど、で、その後ワックスをこうね、その無駄な毛のところにワックスを塗って毛を剥がしていくっていうスタイルで、で、細かい作業はこうやってすみれさんが調整してくれます、毛抜きで。で、これは、その後のひんやりパック的なやつです。はい、で、こうやって最後に、もうほんと最後の最後まで綺麗にこんな感じで眉毛立ち上げたりとか、あと描き方とかね、どういう描き方がいいのかっていうのとかも全部教えてくれるので、そう、すごく助かってるし、普段の自分のメイクもやりやすくなります。私は本当にめちゃくちゃ自然に整えてもらってる感じですね。じゃん、こんな感じで仕上がりました。で、いつもね、こうやって飲み物も準備しといてくれてます。私が好きなのはこれなんだっけ、ザクロスジュースだっけな。で、まあ、なんか、これは何？おまけ。おまけの動画です。で、その後、じゃん。この方と一緒に、時間があったので、ランチしました。はい。で、私は、あ、プーさんなんかランチもう食べてたみたいなんですけど、私、食事まだしてなかったんで、この日は、これね、なんだっけ、たらこの冷製クリームパスタみたいなやつ、すごい美味しかったです。で、プーさんとはいつも、なんだろうね、何の話してるかな、まあもう主婦のいろんな話してます。子供の話から始まり、美容の話とか、なんだろう、あと
まあね、いろいろ多分何ですかね、世の中の皆さんが話してるようなことを思って、もまあ大体かなりくだらない話をしてます。そしておまけにポテトまで食べて、この日は解散しました。そこがさ、違うの可愛いよ。可愛いですよね。ちょっと。あ、入っちゃった。見て。いい？これかけて。お先に缶ビール失礼します。ちょっとずつにしとこうか、かけるの。しかもさ、このお菓子は初めて見た。チョコだよ、チョコ。エチカちゃんがさ、このケーキ作って。そうなの？見て。ママ、いいな。桃太郎ね。じゃあそれパパにあげたらいいんじゃない？うん。喜ぶんじゃない？大荷物持ってさ、海水筒も持って、電池がない。今日おいしいなんだけど、誰かこれ持ってくれる？電池のなし。これさ、いっぱい飲んだけど、後で持ってあげますね。ここに置いて全部。次にしろ。シャボン玉今度やるからね。ブレッシング。ブレッシング。ちょっと、でもね、このぐらい大荷物があるんですけど。はい、そして行き着いた先はおさじというメイクアップブランドの AW コレクションの、発表会に行きました。こちらはプーさん親子です。で、みんなで参加したんですけど、この日はおさじがやってるルームフレグランスのブランドのカコーというあれですよ。ルームフレグランスの、ワークショップがやっていたので、みんなで参加してみました。隣にいるのは、私の仲良しのマギちゃんです。ねえ、なんか、ルームフレグランスどうしようかな。ルームスプレータイプのやつなんですけど、私は割と、ウッディだったりとか、
そんなにフローラルが強くない香りが好きだったりとか、あと寝室で寝る前とかにシュッシュッってして使いたかったので、そういう香りを意識して、自分でオイルを選んで調合して、いろいろ悩みながら作ってみました。すごいいい香りのものができたので大満足です。全然違う匂いだ。私も超 T3 だ。ニキビに効きそう。そうめっちゃニキビに効く。ニキビに効くから。いやなんか私とまた違う T3 の匂い。なんか T3 の匂い。マニとかは全然違う。どうですか、クイさん。わ、すごい。え、すごいよ。え、笑った方がいいかも。ここのね。うん。ここだけ。白く撮りたいのよ。